アメリカ海軍が F-35C 戦闘機のサルベージ作業完了との情報をキャッチしました。今回は F-35C 戦闘機回収について詳しく見ていきたいと思います。中国が狙っていると言っても海底3800メートルですからね。かなりの技術が必要になりますね。F-35C 戦闘機の沈んだ位置が分かっていたので、捜索が早かったと考えます。それでは。2022年3月2日、アメリカ海軍は、同年1月24日の軍事演習中に発生した事故により、南シナ海において、その海中に墜落していた最新鋭戦闘機、F-35 ライトニング 2C 型のサルベージ作業に成功したことを明らかにした。F-35 ライトニング 2C 型は、3種類に大別される同機のシリーズ機体の一つであるが、カタパルトを完備した航空母艦から運用される固定翼の専用機であるため、アメリカ以外に採用予定国はなく、その意味でも希少性は高い。ちなみに、同機の A 型は、通常の陸上の滑走路から運用される、主として空軍向けの機体であり、B 型は、短距離離陸、垂直着陸が可能なことから、強襲揚陸艦やカタパルトを完備しない、航空母艦等での運用が主とされている機体だ。日本の航空自衛隊も、A 型を105機、B 型を42機の合計147機の F-35 ライトニング2を、今まさに調達中であるが、2022年時点で、西側諸国が、唯一、調達可能な第5世代戦闘機として、同機以外の選択肢は、現実的になかったというのが実情だろう。しかし、アメリカは、日本を、はじめとして、自国と軍事同盟を締結している国や、それに類する友好国に、シカ F-35 ライトニング2の採用を認めておらず、その線から漏れた国々の中では、同機の持つ能力は、水煙の的と言っても過言ではない。中国などは、国産の第5世代戦闘機として、J20 を製造してはいるものの、総合的な戦闘能力で、F-35 ライトニング2等のレベルには、未だ達していないとの見方も多く、ことに、航空母艦については、カタパルトの実用化もこれからである。そのため、航空母艦艦載機としての F-35 ライトニング 2C 型には、中国軍が実現できていない、ノウハウや技術も、多数含まれているため、アメリカ海軍としては、墜落した同機の回収を是が非でも成功させる必要に迫られていたと言える。今回南シナ海から回収されたアメリカ海軍の F-35 ライトニング 2C 型1機は、中国への牽制の意味もあって、南シナ海に展開していた大型の原子力航空母艦、カール・ビンソンの艦載機であり、同海軍でも初の同期運用艦艇である。アメリカ海軍においても、F-35 ライトニング 2C 型の実戦配備は、同機の開発遅延等もあって、当初の予定よりも、後ろ倒しとなっており、ようやく運用が開始できた矢先の事故でもあって、同海軍の威信にも関わる事態だった。何しろ、中国が、一方的に、その大半を自国が領有すると、主張している南シナ海での事故であり、しかも配備されたばかりの F-35 ライトニング 2C 型という最新鋭機が、軍事演習中に、着艦に失敗したというのだから不名誉なこと、この上なかった。しかも、この F-35 ライトニング 2C 型の墜落事故の後には、その発生時の状況を記録した動画や写真が SNS 上に流出する事態となり、昨年、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスの艦載機である B 型が、地中海に墜落したのと同様の不祥事にも発展した。本筋とは少し離れるが、こうした軍隊という、高い機密保持が求められるはずの組織において、いとも簡単に、個人が情報漏洩を引き起こしてしまうという事態は、各人が、スマートフォン等の携帯端末を、勤務中に、自由に扱えるのかという点でも、
疑問が残る。例えば、軍事等とは無縁の一民間企業であっても、例えば個人情報を扱う部署であれば、そこに個人の携帯端末等を自由に持ち込むことは、日本でも規則で禁じられていることが大半であり、そうした制限が軍隊内で徹底されていないことに、驚きを禁じ得ない。それに加えて、今回のアメリカ海軍の F-35 ライトニング2C 型の墜落事故でもそうだが、流出される動画や写真が、どう考えても、内部の関係者しか入手し得ない内容であることを思えば、すぐに、内部調査で、実行者が特定されると思わないのかも、不思議な点だ。こうした軍内部からの機密情報の漏洩は、今回の件も踏めて、アメリカやイギリスなど西側諸国が顕著であり、中国やロシア、さらに言えば、北朝鮮などからは、そうした事例は、限りなく少ないように見え、判明後の罰則に、違いが大きいのだと思えてならない。中国、ロシア、北朝鮮といった国々であれば、基本そうした機密漏洩を行った個人は、粛清の対象となると思われ、そうした意味においては、西側諸国よりも、はるかに厳しい罰則が、これを行わせない方向に作用しているのは事実ではないだろうか。さて、アメリカ海軍の今回の F-35 ライトニング 2C 型の件に話を戻せば、同機が墜落して沈んだ南シナ海は、中国が一方的な主張を除けば、基本的に国際水域に該当するため、サルベージする手段と能力さえあれば、アメリカ以外の国が回収する可能性もあった。そのため、アメリカ海軍では、そうした他国の行為を防止するため、F-35 ライトニング 2C 型が沈んだ海域を警備するのと並行して、迅速にサルベージする作戦を始動させ、間違っても、他国に先に回収されることがないように手を打った。アメリカ海軍が、今回手配したのは、シンガポールの民間企業、ウルトラディープソリューションズ社が保有している深海作業支援船の、ピカソであり、2月中旬には、沖縄の那覇、港に停泊していたことが、目撃されていた艦艇だ。深海作業支援船の、ピカソは、艦隊全体に、真っ赤な塗装が施された、大型艦艇であり、その異様は、遠目には、派手なカラーリングも、相まって、大型のカーフェリーや客船かとも勘違いされそうだが、巨大なクレーン等を備えた専用船である。実は、2019年4月に、航空自衛隊の青森県三沢基地所属の F-35 ライトニング 2A 型が、夜間訓練中に、消息を絶ち墜落した事故でも、同じウルトラディープソリューションズ社が保有する深海作業支援船の、ファン・ゴッホが、アメリカによって投入されたことがある。ちなみに、航空自衛隊の青森県三沢基地所属の F-35 ライトニング 2A 型の墜落事故では、同機は機体そのものはサルベージされておらず、一部の機材の回収のみの引き上げで、その作業は終了されており、今回の同作業の行方も注目された。今回、アメリカ海軍の F-35 ライトニング 2C 型が沈んでいた南シナ海は、約3780メートルもの水深があり、その引き上げは難航するとの見方も多かったが、そうした予想を覆して、事故発生の1月24日から数え、およそ1ヶ月と1週ほどで回収されたことになる。なお、今回の事故の舞台となってしまった、アメリカ海軍の航空母艦、カール・ビンソンだが、2月14日には、母港であるアメリカ本土のサンディエゴに帰島しており、2021年8月からの盆、およそ9ヶ月に及ぶ航海を一旦終えている。また、墜落した F-35 ライトニング 2C 型が所属していた第147戦闘攻撃飛行隊、アルゴノーツも、これに先立つこと2日前の2月12日に、リカリフォルニア州のリーモア海軍航空基地に戻っており、
一旦の任務を終了させている。今回、不名誉な墜落事故に見舞われたアメリカ海軍で、ハーアルが、今後も、F-35 ライトニング2C 型を航空母艦艦載機として配備していく、方向は変わらず、並行して、無人給油機の MQ-25 スティングレイの導入も進められていくものとみられている。